タカチャンネルの動画ショー。はい、こんにちは、タカチャンネルです。今回はマスクディスプレイを紹介したいと思います。仮面ライダーファイズのマスクディスプレイです。登場させますよ、いきます、せーの。はい、登場しました。こちらが仮面ライダーファイズマスクディスプレイですね。全2種あるんですけど、ファイズのアクセルフォームは持ってないんで、今回はファイズのマスクディスプレイ通常のフォームを紹介したいと思います。仮面ライダーファイズはね、放送期間はですね、2003年の1月26日から2004年の1月18日まで全50話が放送されてました。オールライダー対大ショッカーのネットムービーで、サメがモチーフと確か言われてたと思うんですけど、幾何学模様をモチーフにしてて、なおかつ、円もモチーフとなってます。まずは正面、はい、そして横ドン、横ドン、後ろドン、下ドン、上ドン、はい、こんな感じです。かっこいいっすね。もう見た目がね、メカニカルなライダーなんですよね。携帯電話に555と入力してね、変身ポーズを決めるんですけど、そういうのが流行りましたよね。はい、では開けます。いきますよ、ドン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 、ツツツツツツ。マスクが分解式で入ってまして、トト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 トリアトト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 リア、マスクをはめ込む形なんですよね。トト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 トリア。さあ開けますよ。おお、いいねいいね。マスクがない状態のファイズですね。これがマスクのない状態のファイズ、副眼なしのファイズですね。おお、こうなってるんですね。中身が空洞化されてますね。せーの、ちょっと待ってね、いきますよ。ちょっと引っかかってる、引っかかってる、引っかかってるよ。はい、せーの、ほい、よし。そしてはめ込みます。はい、というわけで変身が完了しました。完成しましたよ。マスクをね、つけるのにね、時間かかりまして、すごく大変でした。すごい大変だったんですけど、ここの部分がね、ちょっとね、はめ込むのが大変で、あと下のところと噛み合わないし、もうなんか大変でした。もう全部大変でした。はい。で、仮面ライダーファイズといえばね、僕見てたのが中学、3年ぐらいだったかな、中学3年ぐらいの時に見たんですけど、仮面ライダーアマゾンズに匹敵するぐらい生々しい描写がありましたね。結構ね、大人向けな作品だなと思いました。ダークでね、そしてね、あとね、オルフェノクっていうのがね、怪人なんですけど、オルフェノクの中にも善人がいて、でライダーの中にも悪いやつがいる、そういう完全懲悪者ではない姿勢がね、善とは何か悪とは何かっていうのをね、考えさせられる作品でありましたね。いやー、かっこいいね。このフォルムがね、細くてかっこいいんですよね。すごい顔がすごいシュッとしてますよね。はい、1号と並べてみるとこういう形でね、もう全然大きさが違うんですよね。はい、もう同じ距離感で撮ってますけど、はい、全然大きさが違いますよね。はい、マスクディスプレイシリーズってね、マスクのね、大きさがね、ちょっと統一感がないんですよね。小さかったり大きかったり、いろんな差が激しいんで、でもこれも飾り映えしますよね。やっぱりかっこいいですもん。ちゃんとマスクの下のところにも、台座にもね、仮面ライダーファイズと書かれてるんですよね。はい、あー、かっこいいね。最高です、最高。というわけで、タカチャンネルの、仮面ライダーファイズのマスクディスプレイの紹介でした。いかがでしたでしょうか。素晴らしいね。やっぱりね、マスクディスプレイシリーズね、ハマっちゃいますね。皆さんもよかったらぜひ欲しい方は手に入れてみてください。チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。では次回もまた見てくださいね。グッバイ。こんにちは、タカチャンネルです。こんにちは、チャンネル登録してね。こんにちは、タカチャンネルです。こんにちは、コメントも待っています。